はい、どうも、まーでーす。今日もですね、前回上げた動画の、リベンジ動画を撮ってまーす。はい。まあ、前と同じところなので、で、そう、今回は、まあ、入るところはね、前回動画で上げたんですけど、今回は、出るところ、っていうのも撮っていきたいなと思ってるので。でね、ちょっとまあこの角度の、カメラの角度も変わったんで、まあ少し見やすくなるのかなと思うので、やっていきましょう。さあ今日は、いけるかな。もうやっぱりなんかこう緊張するよね。左に振りながら入る、うわー車やっぱり来たじゃん。曲がれるかなこれ。曲がれるかな。いやー、きついなー。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。めっちゃ車いるやん。大変だ。ちょっと待って、寄れって言ったってさ、無理じゃね。これいけんのかな。今回いつもより一番ひどいね。ケツ当たりそう。大丈夫か。なんかいつもより狭くね。頑張って入っていきましょう。なんか現場狭くなった気がしなくもないんだけど、気のせいかな。曲がれるかなこれ。このちょっと角度間違えたかも。きついか。そうかな。よし、じゃあね、ちょっと下ろしてくるので、終わったらまたね、帰り動画撮ります。はい、そんなわけで荷下ろしが終わったので、出ましょう。ね、いいんかな。よいしょ。お、なんかすごい簡単に曲がれたな。なんでだろうか。ここがね、問題なんですよね。
前線路なんだね、知らなかった。大変だな。めっちゃ大変。危ない危ないよ。お母さん引かれるよ。フラフラしとったら。恐ろしいな、あの警備員のお母さん。なんでこっち出てきたんだろう。うわ、なんだこの前のゴミみたいな。こんなのなかったぞ、前まで。曲がれないか。ケツが当たりそう。いけるか。いやー、一回じゃ曲がれないか、やっぱり。あー、ここはどう考えても無理なんだな。言うてない、気のせい。わけでこんな感じでございます。よいしょ。いや、無事出れましたね。ここね、なぜか信号が点滅なんですよね。ちゃんと止まって、朝でも信号ついてたよね。なんで今消えたんだろう。わかんないですね。よし、曲がれるかな。大回りして、はい、ということでこんな感じでございます。はい、ということでね、今回の動画はここまでとなります。フルバージョン撮れてよかったということでね、また次の動画でお会いしましょう。ではマガでした。バイバーイ。